真相感と伴う生活をしましょう。現実の力に頼るだけでは大いなる力は出ない。我々は日常生活に追われて、ともすれば日常生活を現実の力のみで処理しようとして、目に見えない無限の力の貯蔵庫から力を汲み出すことを忘れがちである。これはしかし大なる損失であって、我々の最も大いなる協力者を忘れていることになるのである。大なる力の貯蔵庫を忘れてしまって、現実の力だけでことを処理しようと思う場合には、ガマ口の中の小出しの金だけで物を買おうとするようなものであって、大いなる買い物をすることはできないのである。大なる貯蔵庫から無限の供給を仰いでこそ、大いなる買い物もできるし、大いなる事業も成し遂げることができるのである。だからどんなに忙しくとも、日々真相感を行じて内在無限の力を念ずることを忘れてはならぬ。審判真理第8巻225ページ。祈りは人間自然の感情である。祈りは神の子たる人間が自然に覚えた神なる親様にすがろうとする感情である。それは神があるかの理論から出発したのではないのである。男性が女性をおのずから死母し、女性が男性をおのずから死母するのも、異性が自分に幸福を与えてくれるという理論からでも、テストを経たからでもなく、自然な本能的な感情である。人間が神にすがりたくなるのも、この自然な本能的な感情である。そして男性が女性を慕い、女性が男性を慕っていると、そこに男女の結合を生じ、そこから美しい子も、愛らしい子供も生まれてくるように、人間が神を慕い、神を称え、神に祈っていると、そこからいろいろの良きものが生まれてくるのである。祈りを迷信だというならば、恋愛も迷信であるであろう。審判真理第8巻105ページ。常に不幸を思っていてはならない。我々は何か思っているとき、考えているときには思念しているのであります。思うこと、考えることがすなわち思念することであり、祈ることであります。思うことは思念することであり、祈ることであります。祈るの意は命または生きという意味であり、祈るは祈るという意味ですから、祈るとは命で述べる、すなわち心で思うということと同じであります。不幸なことを常に心で述べていながら、わずか15分間くらい、いわゆる神に祈って、神よ我に幸福をきたらしめたまえと祈っても効果が少ないのは、常に不幸を思う時間の方が長いからであります。審判真理第2巻67ページ。すでに与えられているものを確認する祈り。真相感は一つの祈りでありますが、今なきものをくださいという祈りではないのであります。すでに与えられているものを確認する祈りであります。だから真相感で健康を祈り求める際には、単に健康を祈り求めてはならないのであります。健康を常に祈り求めるということは、自己の健康ならざることを自己自身に信ぜしむるに至るのであります。人間は神の子である。それゆえ人間は常に健康であるので、今更健康を求める必要はないのであります。ただまず神の子である自分は今現に健康を持つと信じ、実相の意識に入り、実相の完全さこそ本当のものであること、神が全ての全てであること、されば自己は神と分かちがたく一つであることを全心情をもって知り、自己の欲する全てがすでに与えられている事実を深く魂の奥底より肯定すればよいのであります。新編生命の実相第15巻2930ページ。問題は解決されるためにある。解決法は必ずある。心が何かの事件に引っかかって動きが取れなくなったような時には、まずその引っかかっている問題から心を離してしまうことが、その事件の真相をありのままに見る心の準備の第一であるのである。我々が物を探していくら引き出しを引っかき回しても見つからない時に、真相感をして心を静かにしてから、ふと立ち上がってある場所に行くと、その探していたものがすぐそこにあるというような実例が随分あるものである。うせものだけではない。全ての紛糾した事件はその解決法が探し物の一種である。問題は解決されるためにあるのだから、解決法は必ずあるのである。ただそれが見つかりにくいだけである。解決の鍵は心を平和にして、性の中にその問題を預けるのだ。審判真理
第2巻318ページ。常に新鮮な感情を込めて祈れ。真相観はまず教えられた通りの基本的真相観のやり方から入っていかなければなりません。心がそれによって神との一体感に慣れてきますと、気球の場合真相観も祈りもする余裕がなくて、ただ一言神様と言っただけで神との一体感を得、そのために自動車や汽車に跳ね飛ばされたが身に微傷だも受けなかったというような実例が出てきます。毎日同じ言葉を念じていると退屈になり、かえって雑念が浮かんできて精神統一が失われてくるような場合には、如意宝珠観や普賢菩薩観や上円月観を行うと不思議に精神が統一するものである。真相観を修するには、同一の言葉を念じても常に新鮮な感情を込めて念ずるように心がけなければならない。言葉がただ形式や何の意味も感じも起こらない呪文的繰り返しに陥らないように、はつらつたる意味を持って念ずることが大切です。審判真理第9巻242ページ。